PO 宜野湾スクール高学年クラスのみな、こんにちは、りょうたコーチです。今回は、コロナでみんな運動できていないと思うので、その運動の不足解消とストレス解消を兼ねてトレーニング動画をコーチは撮ったので、よかったら一緒にやってください。では、まずテンコを撮りたいと思います。名前呼ぶのでよかったら返事してください。ハオト、ハルト、ユウト、シュウト、リク、見てますか？それでは一緒にやっていきましょう。では早速、あんまり運動してないと思うのでストレッチからやっていきます。じゃあ手を上にしてしっかり伸ばしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ屈伸します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ次は股関節いきます。足開いてもらって、膝に手ついて、じゃあ片方の肩入れてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ今日はこのまま深くいきます。内側から手を回してかかとつかむで10秒。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ次アキレス腱いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあバランスいきます。今日は飛行機、体をまっすぐでしっかり片足でバランス取れるように10秒間ね、いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 足と体がもうまっすぐなってると一番いいですね。なってるかな。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 はい、じゃあ手首足首回しましょう。ぐるぐる回して、はい、 OK です。では今からボールを使っていくんですけど、今日りょうたコーチが考えたメニューはボール1個あればできるメニューを考えました。なのでボール1個だけ、まあサッカーボールなかったら違うボールでもギリギリできるかな、できると思うんで、まあできればサッカーボールがいいです。じゃあやっていきます。じゃあ初めは足開いてもらって8の字、今日はボールを落としません。落とさないで8かきましょう。こんな感じね。じゃあ10回できたら次は反対、逆回していきます。できるんだったら早くやってください。10回終わったら OK です。では次はボールを投げて、まあキャッチは多分みんなできるので頭、肩、まずはキャッチでいきましょう。投げて頭、肩、キャッチ。 OK、 頭、肩、キャッチで、多分6年生とか余裕だと思うので、あ、6年生余裕だと思うので、できた子は頭、肩、お尻まで行く。頭、肩、お尻、キャッチ。 OK、 頭、肩、お尻、キャッチで、これもできたら頭、肩、お尻、手叩いてキャッチまで行きましょう。いくよ、頭、肩、お尻、キャッチ。 OK、 ちょっと危なかったけどこれできるようにいきましょう。OK、 では次は回ります。上投げるのは一緒だけど、上投げたら1回転してキャッチ。 OK、 上投げて1回転してキャッチ。 OK、 あ、これダメね。半分でちょっと1回転した振りで、これでキャッチはしっかり1回転前戻ってきてキャッチしてください。で、これもできたら
ちょっと目回るから連続やらないように。できたら2回転できるとすごいね。ちょっとやってみようか。できるかな。ぞ。あーできない。できないけどできるとすごい。ちょっといくわ。ちょっと気合入れていくわ。よし。ああ。やば。ちょっとこれコーチできないけどみんなだったらできると思うんでちょっとチャレンジしてください。きついな。オッケー。よし。じゃあ。次足使っていきますか。じゃあ今日はボールストップちょっとやってきます。自分でボール投げてこのボールを足の裏でストップで、バウンドをいっぱいさせると、まあ、これ簡単なんだけど、これができたらワンバンで押さえてあげると一番いいかな。こうやって投げたらワンバンでやる。で、このコツとしてはボールが落ちてきた時に下の時に押さえてあげる。もしこう途中で押さえてあげるとこうやってバウンドしちゃうし、まあどっか行っちゃうので、しっかりボールが下にある時に押さえる。で、あともう一つはこの押さえるときに強くこうやってバーンってなっちゃう子がいるけど、優しく押さえてあげる。力はあんまり必要ない。タイミングだけしっかりつくときにやってあげればしっかり止まるのでやってください。高く上げて止めるね。 OK。 じゃあ次、はい、じゃあみんな質問です。ここはなんていう名前ですか。わかるかな。ここの名前はインサイドって言います。インサイドね。インサイドを次使います。で、やることは一緒で投げて次はインサイドで押さえる。ボール投げてインサイドで押さえます。で、この時にも大事なのはこう押さえるタイミングを地面につく瞬間ぐらいで押さえてあげる。で、ちょっとインサイドも倒してあげるとこうやって止まりやすいので、押さえるときにインサイドの角度を真横でこうやってやるんじゃなくてちょっと体を倒して押さえる。 OK。 でちょっとコーチと3回くらいこうか投げて押さえる。で、一番いいのはボールが押さえた後にこうやってバウンドバウンドしないでそのまま触っていくと。じゃあラスト1回投げて押さえるね。 OK。 じゃあ次です。次はまた外側使いましょう。外側は何でしょうか。そうね、アウトサイドって言います。アウトサイド使います。やること一緒でアウトサイドで押さえます。投げてアウト押さえる。で、まあずっと言ってることは一緒なんだけど、この押さえるタイミングが一番大事ね。下つくときに押さえてあげましょう。じゃあこの3回いこうかな。投げてアウトサイドで、はい、投げてアウトサイド。で、なんでこうやってバウンドしちゃったらいけないのかっていうと、こうバウンドしてたら次ボール蹴りたくてもこうやってバウンドしてたら蹴りづらいでしょ。だからこうやって1回で押さえてあげると次のプレーがしやすいから、しっかり押さえてあげてください。じゃあこれがアウトね。じゃあ最後は一番難しいよ、クッションコントロールやります。クッションコントロールはボールを投げたらこの勢いと一緒に足を下ろす。ボールと一緒に足を下ろしてあげる。そうするとスピードが緩くなるから、乗るかな、乗ったら一番ベスト。 OK。 一緒に下ろす。なんか自分の足がクッションみたいな感覚がちょっとあるんだけど、このボールの勢いを止めてあげる。そうすると乗るし勢いが止まるのでやってみてください。これちょっと難しいからちょっとチャレンジしてみよう。 Thank you.
以上かな。今日のメニューは以上になります。で、じゃあ宿題出します。宿題は何でもいいわ。投げて足で止めるとかやったので、ボールを投げたら止めてください。何でも OK、 インサイドでもアウトサイドでも足の裏でもクッションコントロールでも何でも OK なので、ボールを投げたらしっかり止めれるようにしてください。これが宿題です。で、宿題の動画よかったらコーチの方に送ってください。まあお父さんだったり友達いたら一緒に撮ってもらって、こんな感じでできたよってコーチに送ってくれたら、コーチめっちゃ嬉しいので、よかったら動画送ってください。それでは、今回の動画は以上になります。アウト、ハルト、ニュート、シュート、イク、動画見てくれてありがとうございました。また来週やるのでよかったら見てください。それではまたみんなに会えるの楽しみにしてます。バイバーイ。